はい、みなさん、こんにちは。はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、みなさん、あのー、次は、MCSD のあのー、70の533試験のマイクロソフト忍耐について紹介いたします。え、ね、みなさん、あのー、次は、あのー、70の533試験概要について、詳細な試験概要を紹介いたします。 ねね、あの、試験番号、あの、テクノロジー、あの、対応資格、対象者、受験料、あの、試験名称あ、いろいろありますね。皆さんご注意ください。次は、あの、皆さん、あの、最新の試験ニュースによりますと、あの、700-533で招待された新聞やの範囲をまとめました。 下記の図は、あの,70の、70-533小さい範囲ですが、ご覧になってください。これらのですね、あの。では、どうしてパスクネームを選択しますかあの、下記は、パスクネームのメリットを紹介いたします。第1、1年で無料更新サービスを提供いたします。 あの第2、もし試験に不合格だったらあの全額返金いたします。第3、弊社は PDF およびソフトウェアのバージョンを提供します。あの第4、本番の試験と同じ問題と回答を提供して、問題と回答を案件しただけであ試験に合格することができますね。あのなかなか便利ですね。 次はあの PDF 版について皆さんご存知ですがじゃあ次はこれを紹介いたします PDF 版はいつでもあのタブレット PC とかあのコンピュータとか携帯電話で勉強してもいいですあの通勤中や空いた時間などいつでもどこでもあの繰り返し勉強することができますねはいなかなか便利ですね あの次は、ソフト版は、新実の7丸の0 5 3 3試験環境と同じです。受験者のためにあの、試験環境を適用することができます。ね、皆さん。じゃあ、皆さん、もしあのサイトに趣味がありましたら、右の下の あのアイコンをクリックしてからあの予約を購読して、または虹元あの、バーコードをスキャンしてください。皆さん、ありがとうございます。